どうもー影山です今日はですね80%を100%でやるということについてお話ししたいと思います何かを取り組むときにですね全力でね えー、100でこう取り組むというか、ね、その100%の範囲を100%で取り組むっていうことをするとですねあまりこう,うまくいかないことがあったりとかすると思うんですよね例えばですね、えー、野球のバットがありますバットでこうスイングしますねそのスイングをね100%の力でもししたとしますね本当の100%の力でスイングするとあのー、バットがね ボールに当たらないと思うんですね。まともに当たらないもうカするぐらいで、えー、だからね80%の力で100%のスイングというかその形ですねをすることによってボールを捉えることができてねボールを飛ばすことができるというふうに思うんですよねだからその例えばその仕事がこう10時間あったとしますよね10時間のうち その8時間です、ね、80%を全力で取り組む形にしてあとの20%は変な話、えー、気を抜くというかそういう状態ぐらいでいいっていうふうに思ってる方が、あのー、結果は良くなるように思いますねそうすることによってね時間に余白ができてですねその余白になんかこう。 新しいいがが入ってききたたりり何かか発想がででとかねねすすするよようううに思思んですよね僕はそう思います前まで結構ね時間に追われてこうもう寝なあかんっていう状態になってたりするんですけどもだから寝る寸前までね全力で取り組むっていうことをするよりもですねえー20%はもう楽な気持ちで過ごせる状態を作るっていう方があの心にも余裕が生まれてですねえその余裕によってね 余裕が生まれることによってこう心身ともにね、えー、いい状態を保てると思うんですねだから例えば自律神経でいうとですね、えー、普通活動してる時は交感神経が優位になっててゆっくり寝る前が副交感神経が優位になってるんですけどもだから80%はその交感神経優位な状態でこう働かせる状態それで活動してですね残り20%の時間はですね 副交換神経が優位な状態ですね。だからゆったりした時間を過ごすっていうことをやっていく方がですねあの長い目で見るとですね、えー、長い目で見るとというかまあその方があのパフォーマンスも高いい状態を保てるように、えー、思います。僕はそういうふうに思ってて最近はそういうのを意識しながらですねあの生活とか作業とかねそういう活動をするようにしております。ということで今日はですね 80%を100%でやるっていうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます